女子テニスの夢はマドリッドオープン、スペイン、マドリッド、レッドクレイ、WTA 戦は26日、シングルス2回戦が行われ、第13シードの D、コリンズ、アメリカが予選勝者で世界ランク122位のオーダニロビッチ、セルビアを激闘の末に4から6、6マイナス4、7の6、10から8の逆転で下し初戦突破を果たすとともに、マッチ14連勝を記録した。 30歳で世界ランク15位のコリンズは今年1月の全豪オープン、オーストラリア、メルボルン、ハード、グランドスラム、敗退後に2024年シーズンで現役を引退することを発表。今季はラストシーズンとなっているが、好調を維持しており、3月のマイアミオープン、アメリカ、マイアミ、ハード、WTA 戦、と今月のクレジットワン・チャールストンオープン、アメリカ、チャールストン、クレー。 WTA500 で2週連続優勝を成し遂げた。マッチ13連勝で迎えた今大会、シード勢は1回戦免除のため2回戦が初戦となったコリンズはこの日、第1セットを落とすも、第2セットは2度のブレイクに成功し、1セットオールに追いつく。ファイナルセット、コリンズは第9ゲームでブレイクを許し、相手のサービングフォーザマッチとなる第10ゲームを迎えるも、この土壇場の場面でブレイクバックに成功。 最後はタイブレイクを接戦の末にものにし、2時間43分の激闘を制した。連勝を14に伸ばしたコリンズは3回戦で世界ランク73位の J、クリスティアン、ルーマニア、と対戦する。クリスティアンは2回戦で第22シードの B、クレチコバ、チェコ、を下しての勝ち上がり。同日には第2シードの A、サバレンカ、第4シードのイールバキナ、カザフスタン。 第7シードの M ・ボンドローソはチェコラモ3回戦に駒を進めた。